こんにちは、たけです。人生のヒントです。暗黒時代の乗り勝ちですね。一度は私20代の時、暗黒時代だったんですね。仕事は後輩抜かれ、女性ともね、全然喋れなくて、借り物だったんで、友達も少なかったですね。まあ、スタート的に言うとは、大学サイドで押しかけてましたね。まあ、今ではね、こう、独立して、うちも持って、結婚抜けて、今は幸せなんですけど、まあ、変わり者っていうのは相変わらずなんですけど、まあ、SNS の上でね、全国のちょっと変わり者と知り合いになれるんで、なれたんで、友達もね、増えたんですけど、まあ、同じようにね、暗黒時代に過ごしてる仲間とかそういうなってる人に少しでも役に立てればと思い、この動画を作りました。当たり前やんで、まあ普通の人からしたらね、当たり前やんっていうこともあるかもしれないんですけど、その辺をご用意してください。で、今回は、ジャッキャラ、友崎くん5ですね。今回のテーマは新しい話題を出す、話題を広げるですね。まあ、アニメの中では話題作りのために話題を作るために単語帳に話しネタとかを書いてして新しい話題作りをしてましたが、僕自身も、まあ、僕も昔すごいまあ、今でもそんなしゃべりがうまいわけじゃないですけど、しゃべり女の子としゃべるとき苦手だったんで、自分で面白い体験したりした体験とか、あと失敗談とかをノートのネタとして書いて、デート前に結構確認したりとかしましたね。基本ね、大阪人は、自分を卑下するネタが多いんですよ、比較的。で、自分の失敗談をネタにしたりとか、で、するんですけど、それはまあ、結構自分の失敗談って、他人の失敗談になったら結構人にね、傷つくこともあるかもしれないですけど、自分のネタなんで、結構、自分でね、まあ、言えるところで、失敗して嫌なことはなかなか人に言えないんですけど、言えるってことはその失敗自体は克服してるってことなんで、そういうこと結構言ったりとかするんですけど、で、まあね、まあそのもう一つ見とっては結構親近感持ってもらいやすいんですよね。失敗談を始め喋ると、まあ、初めてです。まあある程度仲良くなってからなんですけど、で、まあ相手との距離も縮まるんで、まあ僕は結構女性にはによく使ってましたね。まあでも、思いっきり惹かれるネタもあるんで、ちゃんとネタはちゃんと選ばないとダメなんですけど、結構自分のなんか失敗談をちょっと言うっていうのは結構、できれば自分と違うギャップのあるやつを言えば一番いいんですけどね。で、すごいかっこいい人やったらちょっとした失敗するとか、まあ僕かっこよくなかったんで、まあでもまあええかと思って全然失敗談も喋るんですけど、今でも気にせずに。で、話題の広げるの次は、自分の趣味、ごめんなさい、相手の趣味嗜好を知るっていうのが大事ですね。要は、例えば、相手の趣味が同じ、例えば映画とか、スポーツとかやったら、同じ趣味やったら、ほとんど話題、特に似たような趣味を持ってるんやったら、ほとんど話題に書かないじゃないですか。なんで、相手の趣味嗜好を知るってことは結構大事ですよね。で、まあ、例えば、相手の趣味が合ってなくたとしても、合ってなくても、例えばそれ、相手のやってる趣味が興味あれば、それな、どういうことなんみたいな話になるじゃないですか。そしたら、相手も、自分の好きなことの趣味やったら何もでも喋れるじゃないですか。そうすることで会話になりますし、で、意外にちょっと興味ある、趣味を聞いたら意外に楽しくて、それが、ね、趣味になるってこともあるんで、まあ僕は、まあ嫁の場合ですけど、ケーキ作りが趣味になったんで、まあ、夢はもともとケーキ作りが趣味なんですけど、ケーキ作っとったんで、ケーキ作ってみればってことで趣味になったんですけどね。なんで、今回の結論は、新しい課題と話題を出す、を広げるは、一つは、自分の失敗談をネタにするですね。で、もう一つは、二つ目は、自分の趣味思考、相手の趣味思考を知ることによって、その話を、広げ、話題を出したり話を広げたりするってことですね。以上です。そしたらよければ、そうですね、ごめんなさい、人生のヒントの、暗黒時代の乗り方、知恵の竹でした。よければチャンネル登録、いいねお願いします。